はい、どうもおはようございます。ケンユウです。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。本日お話しさせていただく内容は、農薬を使用しない8つの病害虫の防除ということについてお話をしていきたいなと思います。有機栽培とかですね、自然栽培をされている方は、化学農薬が使用できませんから、ありとあらゆる手で、虫の防除をすると思います。僕ら自身もですね、有機栽培とか、自然栽培をしているんですけれども、今回ですね、このラジオを通じて、ざっとどのような方法で虫を防除して作物を育てていけばいいのかということについてまとめてみましたので、ご紹介したいなと思います。はい。で、本日もですね、学術論文を参考にさせていただいております。本日はね、日本応用動物昆虫学会ですね。いろんな学会があるんですね。2018年の論文、タイトルがですね、混作・干作による有機キャベツの虫害軽減ですね。これは赤池和彦さん、という方が、書かれた論文ですね。はい、それではちょっと内側やっていきたいと思います。8つの、防除方法、虫の防除方法ですね。それぞれ、いきます。ちょっと多いんですけれども、一つ一つね、言っていきたいと思います。一つ目、品種ですね。品種。これは栽培しやすい品種を選ぶ。もちろん収量性と、耐病性、どちらも担保されていて、作付け時期とか場所に合った品種を選ぶということですね。二つ目、時期ですね。二つ目は時期。病害虫の発生が少ない時期に作付けをする。例えばね、ハサエ類とかだと春とかね、秋の作付けが推奨されております。3つ目、輪作ですね。輪作による、連作障害や土壌病害の未然回避、などですね。で、4つ目が設備ですね。設備大事ですね。簡易雨よけの設置とかですね。例えば防虫ネット、これは4ミリの、ネットで、鳥目の虫を防除するとかですね。で、病害虫じゃないんですけれども、例えばこれは、火砕類のね、劣化防止なども、こういった雨よけ栽培である程度できる、ということが分かっております。はい。で、5つ目、栽培方法ですね。栽培方法。多品目の作付けやですね、播種期に幅を持たせた連続作付けですね。これによって天候不順や病害虫が発生するリスクの分散ができるということですね。で、7つ目、堆肥や肥料ですね。堆肥や、有機質肥料などの性質や肥高の違いを考慮した使い分け、そして施肥料の調整ですね、調節ですね。最後、8つ目、混作です。混作や干作、そして雑草創生の利用などが、こういった混作に挙げられます。非常に多いですね。8つありました。ちょっとそれぞれね、復唱していきます。1つ目が品種、2つ目が時期、3つ目が輪作、4つ目が設備、5つ目が栽培方法で、6つ目が連続作付けで、7つ目が堆肥と肥料で、8つ目が混作などですね。かなり量が多かったんですけれども、本当にね、それぞれ効果があるやり方だと思います。で、品種選びは非常にやっぱ大事ですよね。品目、例えばね、キャベツとかブロッコリーを植えたいってなっても、やっぱりその品種によってやっぱ性質とかね、耐病性とかが異なるので、こういった品種選び非常に大事です。で、輪作などに関してはですね、以前、論文解説をしたんですけれども、例えばね、スイートコーンとキャベツの輪作で猫部病が減るとかですね、こういったのを紹介しました。で、こちらをちょっと深く知りたいよという方は、YouTube の再生リスト、論文解説系というものがあるので、そちらからご覧になられると思います。ご参考にし、なりましたら幸いです。で、この時にも言いましたけれども、やっぱりね、輪作もね、品種によるんですよね。耐病性の高い品種とか、こういった輪作や、コンパニオンプランツって言われる、混作ですね。こういったのにも相性にいい品種というものがあります。で、アボカドにもですね、これは果樹ですけれども、例えば、炭疽病とか、比較的虫の被害に遭いやすい品種、ベーコンとかあるんですけど、他にもね、塩害に弱いメキシコ系とかですね、品種によっても特性があるんですね。なので、栽培する環境とかですね、場所にも非常に大いに影響を受けるので、気をつけてくださいということです。はい。で、他にもですね、作付け時期、というものもあります。で、旬の野菜というものは、やはり育てやすいんですね。
非常に育てやすいと。で、旬の野菜の見分け方はね、結構簡単なんですよ。で、僕がやっている方法は、スーパーや直売店に行って野菜の値段を見るというものですね。で、野菜の値段が安いものほど旬で実は美味しいんですよ。うん。で、育てやすい時期の野菜ほど、まあ、虫がつかずですね、まあ、美味しくでたくさん出回るので安いんですよ、うん、で野菜の値段というものは味ではなく供給量の関係なので、まあ、たくさん作れるものほど旬で美味しい、しかしながら安い、っていうことがあるので、まあ、スーパーに行くとね、だいたい安いものは、旬です、はい、で沖縄だとね、今だと例えばブロッコリーとかね、キャベツとか、まあ、1玉200、キャベツとか1玉この前110円でしたからね、僕の地域、うん、なのでこうその作付け、まあ、ブロッコリーとかキャベツを育てたいよってなると、その出回る 2,3 ヶ月前に作付けをして栽培をするっていう流れになります、うん、でこういう風にね育てていけば、まあ、その土地に合った野菜というものが、大体把握できるかなと思います。はい。で、あと肥料とかですね、まあ堆肥とかはやりすぎはやはり良くないですね。窒素分が多いと、まあ、虫が寄るって言われてるんですけれども、まあ例えばね、アブラムシとかね、湧きますね。こういったことがあります。まあこちらの話は以前、シャープ65でお話しさせていただいたので、ぜひお時間があればお聞きください。で、他にもですね、連続作付けという方法もあります。これはね、播種時期ですね、種をまく時期をずらして、環境由来の不確定要素のリスクっていうものを回避する、っていう考え方ですね。で、例えばね、一時的に雨がバーっと続いたら、やっぱりね、湿気が多くて、病害虫の発生リスクや、まあ、水腐れ、とかもねあるので、まあ、同じ品種でも例えば播種時期を2週間ずらすとかですね、そういったことによって、まあ、収穫時期をずらして、こういった不確定要素のリスクを回避するというやり方があります。はい。で、農薬ですね、薬を使わずに育てるというのはやり方がね結構あるので、まあ薬を最初から初めから使うというわけという考え方ではなくて、薬を使わずにやってみようというのもね、できますね、うん、不可能ではないと思います。で、やはりですね、科学が発展した、まあ、近代農業というのは、まあ、いかに生産性を上げるか、そしていかに均一性を保つかというところを目的にしております。で、この目的を達成するために、化学合成農薬とかですね、化成肥料に依存するやり方というものが主流になっております。で、これもね非常にすごいことなんですよ、うん、で、例えば旬が外れてスーパーに並ぶ作物なんかはその、まあ、こういったね近代農業のおかげ、功績なんですよね。で、しかしながらこう近年はですね、やはり持続的な農業を展開しようという流れがですね現在加速しているように思います。はい。で、農作物生産の安定化とともに、で、まあ、これはもちろんですけれども、ちゃんと野菜を作るっていうのが、まあ、前提として、そして圃場を取り巻くね自然環境の維持とかですね、保全っていうのがやはり大切だよねっていう考え方が、徐々にね、声を大きくして、なっていると思います。で、僕もねやっぱ論文を読んだりですね、こうやっぱ現場で、こういった有機農業をされている方と会話をしても思うんですけれども、やはりこの有機農業されている、有機栽培されている方の野菜を作る時の対応力とか、観察力っていうのはやっぱりすごいものがありますね。んで、問題があった時にやっぱり薬を使おうという発想がないんですね。まあ、虫とかですね、野菜をよく観察して環境のことをよく把握して、そして深く考えて改善をするっていうのがね、やっぱすごいな、この姿勢がめちゃくちゃすごいなと思います。はい。で、常々申し上げておりますけれども、まあ、観光農業とかですね、科学の、まあ、社会貢献もものすごくすごいです。で、さらに有機の知恵っていうのはですね、やっぱ深い洞察力があって関心が高い、っていうのが多いので、まあ、うまくお互いの、ね、いいところを、取り入れて、まあ、野菜作りをしていけたら、いいんじゃないかなと、普段から思っております。はい。ということで、最後にちょっと、報告なんですけれども、この、チャンネルのですね、チャンネル登録者数が3000人を実は突破しまして、本当にありがたい限りでございます。感謝、しております。で、毎日いただくね、コメントとか、さらにいいねとかですね、非常にこう元気をもらっております。よし、明日もラジオ頑張ろうっていう気になりますので、本当にいつも、応援していただきましてありがとうございます。ということで、本日はですね、農薬を使用しない、
8つの病害虫の防除についてということに、ということをお話しさせていただきました。素敵な野菜、果樹、栽培ライフお過ごしください。ということで、ケンユーでした。バイバイ。